プロ麻雀リーグ M リーグ、M リーグの2023から24シーズンが17日、全日程を終えて閉幕した。琴乃木坂46の中田かな、将棋のプロ棋士の鈴木大輔を擁する今季初参戦チームのビーストジャパネクストはレギュラーシーズンで敗退となった。注目の大型新人、中田だったが、現実は甘くなかった。レギュラーの個人成績は36人中35位と下から2番目、大変だろうなと覚悟の上で参加したんですけど、やっぱりまだまだだな、未熟だなと思うことがたくさんあって。チームに迷惑をかけてしまったのが不甲斐なかったのですが、やっぱり麻雀って面白いなとも改めて認識させてもらったいい1年でしたと振り返った。トップを取れたのは全選手の中で最も遅い1月29日。今季のトップはこの試合だけだった。トップが取れないことでいろんな麻雀を M リーグの舞台で試したり、ブレてしまったのが自分の中ですごくもったいないことをしたなと思う。ただ自分の型みたいなのが知らないうちにできてしまっていたんですけど、それをぶち破るチャンスにもなったのでそれは良かった。改めて自分の麻雀と見つめ合えるいい時間にでした。今期の反省点は試合に参加できないまま終わるケースが多かったこと、ライブビーストという名前によった麻雀に挑戦しているところです。強気な麻雀を練習している、今までの麻雀と違うなというところを見せたいと誓った。また大輔は、自分の想像以上にみんなが、一日だいたい一回しか出ないんで一半チャン勝負になるんですけど、その曲にかける執念というか、必死度が伝わるような感じで、甘くはなかったというのが率直な感想ですと話した。